次に長妻昭君。長妻君。民主党の長妻昭でございます。本日は質問の機会をいただきましてありがとうございます。今年の8月から戦後最大の生活保護費の切り下げというのが実施をされます。まあ、その一つの根拠となりましたのは生活扶助 CPI ということで、まあ、生活保護を受けておられる方の実質的な生活保護費が高すぎるんではないのか、デフレに伴って物価が下落しているのでそれを適正な水準に下げようということで、生活扶助を受けている方々の、まあ、物価というのを調べるという意味で厚生労働省が生活扶助 CPI というのを作って物価下落率を算出をしたということでございます。平成20年と平成23年を生活扶助 CPI 比べているわけでありますけれども、まあ、配布資料で、1枚目に、まあ、私なりに考えた図を提示をしておりますけれども、この図を利用していただいても結構なんですが、その生活上 CPI の平成20と23年の比較の方法について簡単に説明をいただければと思うんです。村木社会援護局長。お答えを申し上げます。平成20年と、平成23年の、物価の比較でございますが、いずれも総務省から CPI の算出に使うデータをいただきまして、基準年であります平成22年の基準品目とウェイトを用いて23年と20年のデータを見て比較をしたというのが厚生労働省の基本的なやり方でございます。で、総合物価指数の中から生活扶助では対象にならない住宅ですとか教育ですとか医療といったものを除いているということでございます。委員長。長妻君。非常におかしな操作が私は行われていると思うのが、例えば平成20年にですね、生活扶助の方々も買うことができる生活扶助 CPI に入れるべき商品24品目がカットされているんですね、削除されている。これは何で削除しちゃったんですか。村木局長。先生のご指摘の図でございますが、先生がおっしゃっているのは平成20年の、CPI の計算について24品目先生の図のところでありにあるという、ここをどういうふうに扱ったかということだろうとございますというご質問だろうと思います。で、私ども22年の、まあ、直近の基準年の品目ウェイトを使ったということでございます。そうしますと23年につきましてはこのデータがございません。22年から後のデータはございません。22年基準を使うということは、20年は17年基準で品目を見ておりますので、この時の古いデータのうち廃止になったものについては新しいデータが22年入っておりませんので、これは計算に入れない、22年データで品目ウェイトを見たということでございます。その結果としてそれが外れております。委員長。長妻君。これはまあどう考えても私はおかしいと思いますのは、平成20年の時にですね、485品目と24品目合わせて509品目が生活扶助 CPI の品目であると、まあ、これは後ろにつけた厚生労働省の資料でも明らかなんですが、これは家計消費支出上金額にして1万分の1以上の消費をした品目をですね、そこに並べる、平成20年はこの24品目がそれに該当するにもかかわらずこれを勝手に落としちゃったというのはですね、どう考えてもおかしいし、平成22年の基準でですねウェイト付けもしていると、ウェイト付けを遡ってもこれ意味がないわけで、平成20年は基準は5年おきに変わりますので、まあ、平成17年のウェイト付け品目を使わなきゃいけないわけであります。
でちなみにですね、今日総務省にもお越しをいただいて、おりますのでお伺いいたしますけれども、総務省がですね、まあ、CPI の、まあ、元締めというかそういう役所でございますが、例えば総務省もですね、まあ、通称で言うとコアコア CPI っていうのを作ってるんですね。これよく聞く方もいらっしゃるかもしれませんが、これは通称名でして、まあ、正式名称は食料およびエネルギーを除く総合指数ということで、つまり変動しやすい食料品を除いてですね、その物価の基調を図るために通称でいうとコアコア CPI ということで、物価の中からですね、中核となる商品をピックアップしてそれを比較すると。ですからある意味では商品をピックアップしたという意味では生活扶助 CPI と同じような形態なんですが、総務省にお伺いしますけれども、総務省が例えばコアコア CPI をですね、平成20年と23年を比較するときに、この平成22年の基準年でなくなった商品をですね、カットするというような操作というのはするわけですか、しないわけですか、どういうふうに計算するんですか。末総務省末統計局長。お答え申し上げます。消費者物価指数は全国の世帯が購入する財およびサービスの価格変動を総合的に測定し、物価の変動を時系列的に測定するものでございまして、家計の消費構造を一定のものに固定し、これに要する費用が物価によ変動によってどう変化するかを基準年を100とした数値で示したものでございます。そういう意味で消費者物価指数では消費構造の変化を反映させるために5年ごとに基準を変えておりますが、品目やウェイトの見直しを行っておりまして、現在は22年基準を用いております。ご質問 の総合の接続指数の作り方につきましては、前回の委員会でもご答弁させて申しいただきましたけれども、基本的には17年基準によって作成された指数を22年基準によって作成された指数に接続するためには、基準時点である22年におけるそれぞれの基準の指数、全部の品目が含まれているその指数の比を算出して、これを用いて機械的に17年基準の指数を22年基準の指数に換算する方法によっております。委員長。長妻君。いや、今私が聞きましたのはですね、例えばコアコア CPI でありますと平成20年はですね、共通の品目が341品目、この平成22年基準でなくなった品目が26品目、合計367品目だと思いますが、そのうちのですね、平成22年の基準年でなくなった26品目、これをカットして計算はしているのかしてないのかということです。末局長。失礼いたしました。先生お話のとおり、消費者物価指数総合の指数以外に天候に左右されて変動の大きい生鮮食品を総合から除き、物価の基調を把握する目的で作成された生鮮食品を除く総合指数、まあ、通称コア指数と言われたりもしておりますが、また国際比較のためにアメリカなど諸外国で重視されている食料とエネルギーを総合から除いた指数、そういったものを合わせて公表しておりますが、その換算にあたっても総合の指数と同じ形によっております。長妻君。そうするといわゆるコアコア CPI で言えば、この平成22年基準で落ちた26品目ですね、平成20年の、これも加えて、しかも平成17年のウェイトで計算しているということで間違いないですか。政局長。お話は多分平成20年の総合指数のことについてだと思いますが、総合平成20年の指数につきましては平成17年基準によっておりますので、そういう形で作成しております。長妻君。つまりですね、これ、まあ、厚生労働省のこのやり方というのは非常にこれおかしいわけで、総務省もですね、コアコア CPI も平成20年の、
指数を出すときにはですね、平成17年のウェイトを使ってしかも品目を削除してないと、こういう状況になっているわけであります。で、厚生労働省にもう一回お伺いするんですけれども、これはなぜですね、この平成20年のウェイトを22年の基準のウェイトで使ったのか、あるいはこの24品目を削除してしまったのか、この理由をこれ明確に教えいただきたいと思うんですが。村木局長。申し上げます。先ほど申し上げたように、厚生労働省のやり方というのは、22年基準をベースにして20年と23年の物価をそれぞれ比較をしているということでございます。これは今回の政策目的でございますが、20年と23年、同じような生活を生活保護受給者の方がした場合に、それを同じような生活水準を維持していただくためにどれだけの扶助費があればいいかということを見るということが大きな目的でございます。そういう意味で二次転換で、その間の物価の変動をできるだけ、物価の変動だけを上手に取り出そうということを考えたわけです。で、短い期間でございますので、品目や基準をウェイトを固定をして比較をするというのが一番物価の影響を取り出しやすいということで、こういう手法を用いたものでございます。委員長。夏間君。非常に不可解なんですね。平成23年には32品目増加分は入れてウェイトを計算をしている。しかし平成20年はですね、485品目だけでウェイトを、しかも平成22年の基準で計算をして、そのウェイトを引き伸ばして100にしていると、これはどう考えても私はですね、おかしいと思うわけであります。これ総務省にもう一回聞きますけれども、総合指数でもコアコア CPI、 いわゆるコアコア CPI でも結構なんですが、例えば平成20年のと23年を比べるときにですね、平成20年の指数は平成22年の基準を使ってないわけですね。なぜ使ってないんですか。末統計局長。これも先ほど来ご説明している内容でございますが、平成20年の平均指数といいますのは、当時、17年基準でがしかございません。そういう意味で、17年の基準で作成しているということでございまして、で、事後に22年基準でができた後、それを接続するために一定の機械的な手法を用いて、接続させているということでございます。で、これはいずれにしても個別の政策というよりは、そのマクロ経済的に見た物価の水準を、中長期で比較するためにそういう方法を取っているということでございます。委員長。今の長妻君答弁通りですね、平成20年は平成17年基準のウェイトで取っているわけですよ。平成17年基準の指数で取っているわけですよ。それを接続指数を入れて平成22年を100として逆算をしていると、こういう計算なんですが、いずれにしても平成20年は平成17年基準でのウェイトと指数なんですね。このデータをですね、その22年基準でウェイトを変えちゃダメなんですよ。これダメなんですよ。どうしてこういう、で、これ実は総務省の方もですね、なかなかこういう公の場ではおっしゃっていただけないんでしょうけれども、担当のある方はですね、やはりこれは意味がないんじゃないのかと、厚労省の計算はということをおっしゃった方もいらっしゃるわけでありまして、これ下にですね、計算を出してるんですが、厚労省の計算ではですね、平成20年と23年を、20年は本当は17年基準のウェイトとでやらなければいけないのに、
22年のウェイト、しかも24品目を削除していると、そういう計算をしたためにですね、異常に高くなって、そして20年と23年を比べるとですね、右にありますけれども、物価下落が 4.78% 下落をしていると。で、これをきっちりと削除を、きっちりと生活扶助費を削減をして、4.78% の下落で580億円を3年間で、削減するということで、もう予算編成もしてしまって、予算も通ったわけですね。で、下のですね、この CPI 準拠での計算、先ほどのコアコア CPI と同じ、コア CPI もそうです。総務省がやる、まあ、一般的にですね、これが適切な計算方式であるわけであります。これは、基準時加重相対法算式、ラスパイレス型というもので、これはもうこういう決まりで計算をするんですけれども、その基準で計算をしてみるとですね、非常に低くなるわけですね。下にありますように、物価下落が平成20年と23年を比べますと、マイナス 2.26% と、こういうことになる。で、計算をしてみますと、となるとですね、生活扶助費の削減は3年間でですね、274億円になるわけですね。そうすると、適正な下の計算でやればですね、306億円削りすぎちゃってると。上の不適切な計算で計算をしているためにですね、306億円もですね、削りすぎが発生していると。と私は考えるわけでありますけれども、これなぜもう一回確認をしたいんですが、そうするともう一回総務省に確認したいんですけれども、例えば平成20年のいわゆるコアコア CPI は、この共通部分と下の減の部分ですね、ここはそれぞれ商品数はいくつといくつですか。はい、坂本総務副大臣。廃止した品目が22品目、それから追加した品目が28品目となっております。長妻君。委員長。長妻君。今のコア CPI じゃないですか、いわゆるコアコア CPI をお伺いしているんですが。末統計局長。失礼しました。手元にちょっとデータがなかったものですから、コアコアの方で、いわゆるコアコア、我々はコアコアと使っているわけではないのであれですが、いわゆるコアコアの指数で、追加廃止品目で言えば、26品目が廃止され、20品目が追加になっております。であともう一点、大変恐縮ですが、先生、私ども職員が、そのなぜ要するに意味がないんじゃないかみたいなことを申し上げたみたいなお話あったかと思いますが、私どもはその、厚生労働省で作成されているその生活扶助 CPI というのが、まあ、独自に作成されたものでありまして、作成方法や内容について私どもと承知していないという意味でわからないということを申し上げたんだと思っております。恐縮でございます。委員長。長妻君。いわゆるコアコア CPI で平成20年、まあ、平成22年の基準ではですね、26品目が落ちたと、まあ、今おっしゃいましたけれども、そうすると平成20年と23年を比べるときに、その26品目は含めて比べてるんですか、平成20年の指数で。末統計局長。お答え申し上げます。個別の品目の価格を追うときには確かに個別の話ではございますが、物価指数全体として見る場合には、22年基準、先ほど申し上げましたように22年基準時点でのその両者の比を捕まえて、その機械的にその、接続させているということでございますので、品目として見るかどうかという考え方あるかもしれませんが、指数としては全体が含まれております。委員長。ちょっと明確にご答弁いただきたいんですが、平成20年のですね、
26品目言われたですね、平成22年の基準では落ちちゃった、なくなっちゃった品目、平成20年の26品目、これは当然接続指数の操作はするものの、平成20年の指数を換算するときには26品目も落とさずに含まれているという理解でよろしいわけですよね。政局長。そういう意味で全体の中に含まれておりますので、もともと17年基準に含まれております。委員長。長妻君。ですからこの点をじゃあ厚生労働省にも聞きますが、厚労省はですね、平成20年で24品目、これが平成22年の基準年ではなくなっちゃってる商品ですね、24品目が。でこれを平成20年と23年比べるときに、20年の24品目をですね、なくして、なしとして計算しちゃってるんですね、削除して。総務省は含めてるわけですよ。これ1万分の1以上の消費をしたのになんでなくしちゃってるんですか。なんで総務省と違うんでしょう。村木局長。総務省においても、それから私どもにおいても同じですが、まずその20年の CPI を計算するベースの品目というのは17年基準、それから23年度のデータというのは22年基準でございます。で、総務省のやり方は17年基準で20年を見、今度は23年は22年度基準で見る、減るものと増えるものがあるということでございます。でそれらを、修正をするために、特別の、補正率のようなものをかけているんですが、これは17年の基準で、算出をした22年新しい基準年の CPI と、22年の基準で算出をした22年の CPI で、一定の補正率でも、その単純に一つの数字で機械的に全部過去の数字を割り戻すというやり方をやっているわけですね。で、それはなんでそういうことをするかというと、結局5年ごとに品目が変わってしまうので、それを接続させるためには、何かのやり方でそれを補正をしてつなげなければいけないので、そういうことをやっているわけです。で、我々の政策目的で見たときに、20年と23年を比較をしたい。そうすると、17年基準というのは今から8年も前の、消費構造を反映した数字になるわけですね。で、それをやり方も絶対にないとは言いませんが、20年と23年を比較するわけですから、直近の消費構造、22年の消費構造というのをベースにして、それを維持をするということを考えたときに、この20年と23年で物価がどれだけ変動したかを見ようということです。で補正で一律の数字をかけるというやり方もあるわけですが、我々のやり方は22年の消費構造をベースにして、そうすると補正数をかける必要がなくなりますから、基準が一つなので補正をする必要、つなぐ必要がなくなるわけですね。ですから22年の基準で見て、できる限り、どうしてもその品目に差がありますから多少の調整をしなければいけないわけですが、22年の今の消費実態に近いものをベースにして、それと同じ消費をしようとしたときに、23年の物価はどうか、20年の物価はどうかということを見るということで、できるだけ直近のデータを反映をしようとしてやったということでございます。そういう意味では確かに17年という8年前の基準の消費構造というところのでは入っていたものを削除したというのは結果的にはそうやってますが、それは新しい消費構造をベースにして指数物価を見ようということでそうなったということでございます。委員長。委員長。長妻君。この24品目を削除しているわけですね。さっきから申し上げておりますけれども、でこの平成20年の時点では平成17年基準でウェイトと商品名がこれ決まっていると、そしてそれぞれの指数も決まっていると、それを平成23年の基準で、しかも32の増えたところも入れてですね、それぞれウェイト付けをして、しかも平成20年は485品目をですね、差があってそこが足りなくなりますから、その不足を埋めるために100に伸ばすわけですね。
そういう操作をしていると。もう一回繰り返しですけれども、総務省は、まあ、26品目ですが、減った部分ももちろん含んで、指数を計算をしているけれども、厚労省はこの24品目を削除した。しかも22年のウェイトでウェイト付けをしたと。これ明確になぜ総務省と総務省の標準、まあ、いわゆる日本の CPI の標準と違う操作をされているのかと。同じ統計ですからね。それをぜひお伺いしたいんです。村木局長。確かに総務省の20年データというのは17年基準のウェイトや品目を使っております。ただそれを23年と総務省が比べようと思ったら補正率というか、まあ、換算率ですね、それを使わなければいけない。でそういう意味では先生おっしゃるように17年データをベースにしたもので20年はやっていて、24品目、先生がお示しになっている24品目は入っておりますが、その代わり換算率をかけるということによって、まあ、その品目がすでに減っているとか新しい品目が入ったということを調整をするという作業をやっているわけです。で私どもは、まあ、どうやって見るかですけれども、22年の直近のデータ、できるだけ今の生活保護家庭の方々が暮らしておられる消費実態を反映をしようと思うと直近の22年データを使った方がいいだろうと。で実際問題20年と23年ですから、20年というのは、まあ、基準年の17と22のどっちが近いかといえば22の方が時点としては近いわけですよね。それも含めて、調整をしている。で新しい品目を入れるかどうかというのは確かに先生はそこを多分ご疑問に感じておられるだろうと思うんで、それはどうするかというのは選択が確かにあると思います。先生の絵で言えば、485だけで比べたというやり方もあります。で、まあ、485だけで比べると、まあ、今実際に消費をしておられる新しい32をまあ、ねぐる形に、まあ、それを捨てる形になる、それがいいのか、まあ、それはきちんと含んだ上で、まあ、20年にはその新しく入った品目は、まあ消費がなかったという結果のになるんですが、まあ、そういう形で、20年にはデータとして入らずに23年だけデータの中に組み込むという形でやるかという選択でございますので、これはまあおそらく一長一短があってですね、まあ、できるだけ今の最新の消費動向を表す基準をベースにして直近の数字、消費の状況をできるだけ反映をさせようとした結果が今の結果だということでございます。委員長。長妻君。これ村木局長はお分かりになってご答弁されているのかどうか分かりませんが、換算率は厚生労働省の調査でもですね、この CPI でも換算してるんですよ。これ22年を100として17年基準で20年が出て、で20年と22年の換算率で総務省の統計表に出てるわけですよ。換算後の数字で比較をされてるんで、それは換算はしてるんです。そして直近で言うと22年基準で比べるというのは、私はこれそんな統計の考え方があればですよ、例えば平成21年と23年を比べる場合は、それはじゃあ22年基準で全部やっちまおうと、そんなバカな話ありますか。これそれは17年基準で5年おきに変えると、これが統計のルールで、そういう形でウェイトと商品名がですね、5年間そこでフィックスして、そのデータを厚労省は使ってるわけですから、もし21年とじゃあ23年比べるときは、じゃあ20近い方の基準年で全部前後やっちゃおうと、こんな話があるんでしょうか。これちょっと総務省にお伺いしたいんですが、じゃあ仮にですね、厚労省の話ではなくてコアコア CPI を平成21年と23年比べるときに、平成21年と23年比べるときに、平成17年基準は遠い基準だから22年基準でウェイトも商品も両方比べた方が適正に比べられるんだと、こういうことであれば22年基準で比べるということもあり得るということなんですか。末統計局長。
恐縮でございますが、消費者物価指数は基本的に先ほど申し上げましたが、全国の世帯が購入する財及びサービスの価格変動を総合的に測定して、物価の変動を時系列的に測定するものでございます。でそういう意味で、消費者物価指数は家計の消費構造を一定のものに固定して、これに要する費用が物価の変動によってどう変化したかを指数化しておりまして、そういう意味で、基準年の、ウェイトを持っているものについては調査をすると、でそれを使ってつなげるということをしているわけ でそのことと あるその生活扶助というある特定の目的のためにどういう計算方法が正しいかということとは、ちょっとその同じというにするかどうかについては、それぞれの省庁で判断する話だと思いますし、その CPI そのものではないと思いますので。委員長、長妻君。今CPI そのものではないというお話があって、私もそう思うんですね。これ生活扶助 CPI じゃないんですね。これはこの計算は、これについても時間が参りましたんで、引き続きですね、これは私もいろいろな機会を通じてですね、粘り強く指摘をしていきたいと。これは諦めませんので、おかしいと思います。ありがとうございました。